日本鹿児島県鹿児島市西別府町西別府町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在西別府村。鹿児島郡西部田村大技西別府。郵便番号は890033。人口は1114人、世帯数は602世帯。鹿児島市西部、田上川の上流域に位置している。町域の北方には小野、犬は町。 南方には五ケベップ町、西陵、東方には田上西方には石ヶ谷町がそれぞれ接している。東部には大峰流通団地があり、周辺に鹿児島インターチェンジがあることから、鹿児島における流通拠点となっている。中央部には池田学園池田中学、高等学校池田小学校が所在している。また、町域の中央部を東西に、 鹿児島県道24号鹿児島東一基線及び南九州に回り自動車道鹿児島道路が並行して通っている。また、五家別府町との境界付近には西郷隆盛が帰郷した際に付近を開墾し農耕に励んだとされる野屋敷跡がある。野屋敷跡を含む区域は2004年に鹿児島市によって鹿児島文化工芸村として整備が行われた。また、 二千十三年には、鹿児島県によって建設が進められていた、西別府町の新川上流に西野屋ダムが、治水対策を目的に運用を開始した。西別府という地名は、室町時代より見え、薩摩国のうちであった。干渉六年の鹿児島諏訪社祭次第に、六番、幸因年匠田西別府原料、塚原家の斧と見えるのが初見であると、 考えられている。江戸時代には、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちであり、西別府村は、鹿児島近在のうちでは、縁村とされていた。村高は、天保郷町では399国余り、群村高辻町では399国余り、急行急量取調べ町では441国余り、三州五地性洋欄では八十二国余りであった。 西別府村には庄屋が置かれ、庄屋を補助する交際が2名置かれていた。明治3年に調査が行われ、田上村の生産力が低かったことから、西別府村の小牧を田上村に編入させたが、西別府村の調査を行ったところ、田上村以上に生産力が低かったことが判明し、再び小牧は西別府村のうちとなった。鹿児島地市によれば、西別府は、 西のビウと読まれていたと記述されており、明治時代初期の西別府村は、圧倒的に農民が多く居住しており、農村であった。1889年には、町村制が施行され、西別府村、竹村、田上村の区域より、鹿児島郡西部田村が成立した。それに伴って、それまでの西別府村は、西部田村の大技、西別府となった。 1934年8月1日に西部田村が鹿児島郡中、郡坂井村及び吉野村と共に鹿児島市に編入された。同日発行の鹿児島県広報に掲載された鹿児島県告示、鹿児島市内大技名配市長名改め小並み2区域変更により西別府を廃止しそれの区域を西別府町とすることが鹿児島県知事によって許可され、 西部田村の大技西別府を廃止、その区域をもって新たに、鹿児島市の町、西別府町が設置された。1980年7月28日に、西合団地地区において、住居表示が実施されることとなり、町域の再編が実施された。田上町、西別府町の各一部より、西領一丁目及び、西領二丁目、西別府町の一部より、 生竜三丁目及び生竜四丁目が新たに設置された。1986年2月10日に、多上団地地区において住居表示が実施されることとなった。これに伴い、多上団地、前景佐古団地、鶴留団地、丸岡団地の区域にあたる区域において、町域の再編が実施され、西別府町及び多上町の一部より、多上台四丁目が設置された。 1988年2月15日には、西郷団地地区の残りの区域で住居表示が実施され、西別府町の一部より、西領5町目及び西領7町目、西領8町目、西別府町、田上町の各一部より、西領6町目が設置された。その他に、西別府町の一部が、西領2町目及び西領4町目に編入され、 1990年2月13日に、西別府町と田上町の一部より、田上5丁目及び田上8丁目が設置された。1997年2月17日には、西別府町の一部が、西涼3丁目に編入され、1999年3月29日と2016年2月1日には、西別府町の一部が西涼7丁目の一部に、編入された。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域に駅は所在しないが九州新幹線が通っている。最寄り駅は中央町の鹿児島中央駅、または上谷口町の上獣院に駅である。ありがとうございます。